はい、皆さんこんばんは。今日もよろしくお願いします。まずは、いつも通りというか、ソリス使って、まあ、ただここさいつもだと飛び出ししたいからあるに使ってるんですけど、なんかソリス使ってますね。ただね、これそう、ソリスのね強みがめっちゃ出たラウンドで、ぜひね、まあ、見てほしいし、ソリスを使ってほしい。これを見て、なんかね、もちろんソリスいろんな強さありますけど、このラウンドで見えるソリスの強み、これがね一番僕はソリスの中でも一番好きな強みなんで、まあ強いし、なんといってもなんかね、してやった感あんだよね。まあちょっと見ていきましょう。これちなみにそう、最初ねこの位置で待ってんのは、なんか1個前のラウンドでアッシュかバックかがね突き上げてたんですよ、階段の上とか。なのでその突き上げるとこ狙おうと思って下入ってます。どうやって死んだ？多分普通にガレージからだと思う。マガジンを変える。まあアッシュがいるのはもう分かってるんで、アイコンで来る可能性大で、バックもいますね今銃装。そしてドローニング、ちなみにここで僕がバレちゃったりした場合はイングレ持ってるんで、地下に逃げることもできるからさ、結構強いんだよねここ、まあ、地下無理そうならねキッチンの方に逃げれるし。いいよ。バック？うん、マジか。あ、マーベリックしてる連通。これね突き上げてるんですけど、階段の方を突き上げてないんで、ちょっとね階段の方を突き上げ来るとこ狙いたかったんですよね。多分教室あたりで突き上げてると思う。これもうちょっとこっちに寄ってほしいんだけど、今壁開いたんですけど残りね55秒ぐらいだったんで、ちょっと引くね。おい、アッシュ見かけたら教えて。残り45秒でソリスで下に入れてるのめっちゃでかい。これ味方死んじゃいましたけど、これさ接地は下から突き上げれると思う。うん、多分死ななければ。ラペってんな。残り25秒。スペキオセンサー起動。まあ大体の接地位置は分かるんで、でも大丈夫と。見つけた。設置の音聞こえたら教えてよ。あ、やれれれれれ、ここですね。はい、はい、どうも。めっちゃ簡単。1人負傷ね。で、残り2秒。もう1個エングラムで、はい、終了です。強くない？これをソリス、ほんとこれをソリス。ちなみに最後はオーバータイムというか、イングレ投げて下がさ、あれでイングレで鉄骨化されると設置が自動的に解除されるんですよ。まあそれで、強制的に勝ちになったというか、時間切れ相手としてはっていうね。もう強すぎるマジで。あれがねできちゃうから、もちろんそのさ準備フェーズですら強いんですよ。ドローンがどこにあるか分かるとかだけじゃなくて、この最後の最後の強いっていう、もうインチキキャラですよ。さあさ、トラップこっちに貼るんからさ、うん、これ、うん、絶対壊しくるじゃん。うん、バースト瞬間、ここ来ると思うからちょっと教えて。はい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 。もう一回ピンさせばよかった今。どの辺だったか見た？ここの辺でしょ。C4 だとどの辺置けばいい？飛ばすとしたら今の。ピンよりちょっと左に置きたい、C4 は。
本心。多分サニさんも何っていうか全然分かってないだろうねこれ。ね、エッソと一人いる階段今中腹ぐらい。うーんとか言ってるけど絶対何言ってんだろうと思ってるんですよ。サニさんは。外回って今のうーん。上から入る。エッソ外一人やね今のとこ。二人切ったら教えて。ラペってるな、ここ。え？入ったな、上。この足の速さは一番火花かな。じゃあこれ飛ばんのか。もう一回見て、俺 C4 あるから。この辺。コブ？あ、え？あー。シュダ行った。 C4 は飛ばず。中上がり行っていい？ん？中上がり行くわ。ん？一人やった一人やった。一人降りた。出てて。センサー設置。面会見ないな。いや、いるな。あ、こっち。まだ上一人。あの、落とし。落としは来る？俺、アイノックスされた。落としっていう報告怖いよな。面会面会面会。今見たら。あーごめん面会。あと5秒。あ終わりか。うん。ありがとうね。なんだかんだ耐えたね。これ今見たらさ、落としっていう報告めっちゃ怖くない？その後大事みたいな。落とし。これは、バック使って、2回か。クレイマーを設置。これ何？ハードオリジンか。まずはエース投げて、あ、割れる？いや、割れてないね。ああ、なるほど、車線だけ。ああ、上に当たった。運ついた。これ一応さ、ドローンだと一応通るんで、あのビリビリの間でもラテロは通らないです、ちなみにこの。あれさ、それさ、あー、そういうことね、ミュートが違う。ラテロはね、壊れちゃうんですよ、このビリビリ間逃走しちゃうんだよ。爆弾が見つかった。これ一応ミュートが置かれててビリビリ押してるっていう状態なんですよ。うん。でビリビリは左だけなんで。もうほんとめっちゃ危なかったけども行くしかなかったんでミュート壊してきました。なんか壊れた。必殺仕事人バック。自分で開けたこの車線がすげえ。どうなってる？あとはもうサリさんが入り込んでるんで、そのと注意ながらとカメララスト。ダブルツーツ。なんだかんださ、なんか
スルッとこう中入っていって、まあ、サリさんがね攻めきれましたけど、あのミュート壊すの正直めっちゃ怖かったね。あれね、でももう壊さないとさ、なもう全然前進めないから。火花で、これは地下です。はい、2階か。なんか山荘はさ、火花ばっか使ってるよね、いつも。エースでもなく、テルミでもなく、基本火花。爆弾を発見した。図書のね、小部屋にあれ、ワンマイ。リロード。リロード中。図書の小部屋にワンマイ。図書の中はね、とりあえずいない。強い。図書前バル。図書前？うん。え、いたか。てかバルカメあるってことか。あ、こばま。これはね、ちょっと配置がバラバラすぎて難しいとこなんですけど。うん、バルカメも怖いしね。カメラ怖え。ディフューザーを失った。サツビフォー。ペルとかじゃないもん。どういうあれでしょうかな。これめっちゃむずいね。これ絶対さ、バルカン見つけきれないのよ。まあ読書には1個あるんじゃない、とりあえず。いや、これ相当難しい展開っすよ、マジで。階段潰してカバーをわざとさせて誘って見たものの来ずってなると、こういうとこピークしてこない敵ってさ、結構めっちゃ引いてる可能性があるんで。リロード。リフューザー拾って、ドイツは出るな。うん、こういうとこも覗きいく。あと正解ですね。違うな、ラスは下にいたはずのワンマイなんで。やめれない。残り15秒。下から上がってくるしかないかな。うん、どこだ。やばい、この人のヒーロー。いや、これ勝てたのマジに奇跡。そこ覗き来たのか。はい。ってこと、途中も言いましたけど、やっぱね、めっちゃピークしてくる敵は誘って倒す。でもそういう敵じゃなかった場合はもうさ、ああいう感じでも先覗きしつつ、あんまりこうリスクないような動きしてくるから、なんか奥深いね、ほんと。2パターンあるんだよね、攻めにも。やっぱああいうと、ああいうシチュエーション。そして火花だと足も速いし、スタンも持ってるし、そういうのがしやすい。え、マメで後ろ割りしてんな。あー、行く？フローレスでもいるからさ。まあまあ、でもよ多分飛び出し見てるね、フローレス。なんか壁が割れない展開の時に戦いやすいのはやっぱ火花だよね。テルミより、テルミとかエースより。開けていいですか。サーモタッチセット中。起爆する。あー、ドロンコ防がれてるんや。トレイスのサーモタッチは最高。なんで起爆しない、これバグってる。リフューザーを失った。あー、ミュートか。ここのミュートも邪魔くさいんだよね。フラグとかないんで。リフューザー確保。一応開いた。でも俺もテルミないからちょっとよく開けられへんわ。そっち攻めしたいな、個人的に。よ、こっちさ、なんかミュートで割れないわ、今なんて。なんかさ、イングレの音とかしたら教えて。俺ドローン触っとくな。オッケー。無理か。ドローン見ろ。ドローンが出るぞ。さあ、どうすんだこっから。
残り55秒。ヒートチャージないんだよね。チャージない。マベ側は開けれてるから、俺スタンをまっすぐ投げて。そう、あのマベの位置からね、ミュート壊してくれたら一番楽なんですけど、多分気づいてないですよ。うえー、木の消されたら。他ももうスタンで、とりあえず柱裏ですね、抑え込んで。まずは細道。いないんで、こっそり入り込む。この裏ですね。でかっ。ここはもう抑え込んで設置。俺が設置するか。まあ、マベがちょっと前に進んでるんで、まあ、ここは僕は設置役ですね。頼む。ルートラック。5秒前。ディフューザー稼働中。これは反対行ってる。うん、これはもう時間待って解除待ちですね。これ逆に壁開いてなくてよかったかもね、この正面。こっちやめた。一応行くんか。うん、すごい。なんかさ、一応勝つ姿勢見せた今ね。すごい不利な、もう嫌な展開から一応勝ってるシーン多かったね今日、まあ、そんな感じ。本当はこれ落としだけに行こうかなと思ったんですけど、ペレットの数がさ、なんか2ってなってたから足りないと思っちゃって開けれたんかな。はい、まあそんなラウンドでした。今日も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお待ちしてます。バイバイ。